まさか現れたな、化け物め。俺はお前の兄弟だ。はっ、ピッコロ大魔王がこの私を殺すつもりか。貴様はどういうわけかピッコロを知っているようだな。だが残念だったな。人違い。何？もう神でもピッコロでもない。本当の名も忘れてしまったナメック星人だ。この状況ではお前にとても勝ち目があるとは思えんがな。確かにこの場は退散するしかないだろうな。だが17号18号は必ず手に入れてみせる。お前たちには私が完全体になるのを邪魔しようとしてもどうにもなるまい。17号たちと少しはマシに戦えるのがピッコロ一人ではね。何を？太陽剣！うわっ！しまった！何？すごい！油断した！あっさり倒しておくべきだったんだ。前のように簡単にはいかんぞ。なぜ絶対勝てない勝負をするのか理解に苦しむね。なんだ。Yeah!
パワーは互角でもスタミナに差がつき始めてきたようだな。俺のエネルギーは永久に減らない。まさか。しまった。戦いに気を取られて接近に気がつかなかったか。なんだあの変なやつは。喜べ兄弟よ。私の体の一部となることでどんな力にも勝るパーフェクトな超人が誕生することになる。どうも強くなりすぎてしまったようだな。じゃあな。戦う時が来たのだ。孫悟空と出会う前に。
完全なロボットタイプか。まだいたのか。逃げろと言ったはずだぞ、18号。ダメージは負ったはずだが、今の攻撃ぐらいで死ぬような相手ではないぞ。17号、今のうちだ。お前も逃げるんだ。冗談じゃない。痛い目に遭わされてたんだ。ふたは吹かさずに逃げてたまるか。ダメージを負ってるんだろ。この俺の手でとどめを刺してやる。出てきやがれ。なんだと。